今日はですね、前にアップしたポークソテーの時のブロック肉でスライスしたこの豚の肩ロースですね。これをトンカツにしていきます。で、まずですね、まあ、よく出るパターンですけど、まだ残ってるんです、これが。このスーパーでステーキとかね、そういうの買うと必ずこれがくっついてくるんで。まあ、これがもったいないんで、これを味付けとして使います。はい、では同じように振っていきます。シュ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 。で、これ前も言いましたけどね、塩じゃないから、結構多めに振ってもね、しょっぱくなんないんですよ。塩じゃないんで、いろんなものが入ってると。まあ、内容量にか、中に何が入ってるのかも多少書いてありますけど、まあ、これをこう振りますね、こうやってね。こう、はい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 。ただ、あんまり振りすぎると、この前は2枚でワンパックだったんで、今日ちょっとここまで我慢してみます。まあ、残ったやつは、また何かで使ってもらえればと思いますけど、これで、こう味を染み込まして、はい。これでまた、10分程度置いておきます。はい。そしてですね、普通にパン粉つけるとなると、溶き卵でっていうパターンが多いと思うんですけど、まあ、ある程度のトンカツ屋さんは、バッター液って言い方しますけど、そのバッター液で、パン粉をつけるということで、今回はとりあえず卵1個分。卵1個分ですね。これなんで、こうなってるかっていうとですね、前に、何の時かな、目玉焼き作る動画だったか、それの時にですね、黄身が割れてですね、もったいないんで、キープしておきました。で、まあ、で、ちょっとこうなってますけど、これに、バッター液っていうのは小麦粉を混ぜます。で、まあ正直言うと僕もこの分量っていうのは持ってないんで、ひとまず、これでこうしてですね、はい、デジタル温度計で、一緒に確認していきたいと思います。じゃあまず感覚で、これで振りますね、これでね。これわかりますかね、これ。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,9。はい。あ、今11になっちゃってる。まず、ちょっと 10g で様子見ます。これでこう混ぜますね。はい、混ぜます。まだちょっとね、まだ少ないね。はい、じゃあもうちょっといっときますね。はい。あ、見えないか。これだと見えないね。はい。これですね。はい。まあ今8ぐらい戻っちゃったら多分これにこびりついてるからだと思うんですけど、今もう10入りましたね。あと、じゃあ 5g だと13かな。はい、これで 15g、トータル 15g。はい。まだ。はい。これで、こうなりましたね。はい。見てください、この濃度。まだ、もうちょっとかな。はい。これで、今、14になってますね。まだ、だんだん、ここにこびりついてた、なんていうんですか。物体が、あ、16になった。今だから、粉としては15入ってますからね。粉としては。で、今16になってますけど、粉としては15入ったんで、卵1個に対して、粉が、あ、15。あ、こっちかな。真ん中は。はい。こうですね。で、これでじゃあ、あと、5g か。はい。じゃあ、これを混ぜ混ぜしていきます。はい。はい。もう、これぐらいでいいと思います。見ました。これね、スポンジケーキ作るときも、ほら、バラ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 。だから、バッタイの分量として、今俺も初めて、出してみましたけど、卵1個に対して、こんな 20g 弱。まあ、あとは、もう皆さんそれぞれでちょっと試してもらえればと思います。はい、では、パン粉漬けに行きます。まあ、ひとまず、まあ、さっきのこの、豚。そして、粉。そして、バッタイ液。で、これをつけていきますけど、ちょっとこの画面の状況的にパン粉は後で見せますんで、ひとまず、まあ、これ普通に、家でトンカツとか、わかんない。揚げ物系だったら、まず、小麦粉をこう、全体にまぶすというかね。全体に小麦粉をまぶしていただいて、はい、こんな感じですね。はい、全体にまぶし終わりましたら、はい、パンパンと、ちょっと余計な粉を、ちょっと落としてもらって、はい、こんな感じですね。これをバッター液に入れます。して、ここで、はい、ちょっと拭きますよ、これね。はい、粉が、お皿で。はい。そしてバッター液に入りました。そしてここでパン粉ですね。で、まあ、これをバッター液をこう、なじませていただいて、こういうふうに、こんな感じです。はい。そして、これでバッター液を、ちょっと切ります。余分なバッター液を。はい。そしたら、はい、パン粉。パン粉に投入しました。そしたら、こうですね。上から。はい、こんな感じで。はい。見ますでしょうか。はい、また裏返して、はい。たっぷりのパン粉で、軽く、こうですね。なじませます。はい。こんな感じですけど、どうでしょう。はい。こうですね。はい、これで、パン粉漬けが終わりました。まあ、これ僕手袋してますけど、一応、衛生的に見せるのに手袋してるだけですから、家では別に、素手でいいと思います。はい、そして、油なんですけれども、まあ、前回というか前に、ポークソテーの時に出た豚の油から抽出したラード。まずこれを使用します。はい、原。はい。ラードですね。それに、
まあ、これは別にいないんですけど、ちょっとうちにというか、仕事で使った残りがあるんで、こう書いてありますけど、ですね、これ和牛の油を同じように固めたやつ。ちょっとね、これをボンと入れます。まだあるんです。まだあるんで、ここに和牛の油をもうちょっと入れてみます。和牛の油、頼む。はい。これぐらい入れました。そして、今、感じ的に言うと、ラード1、和牛の油1、で、オリーブオイル2って感じですかね。オリーブオイル2。はい、オリーブオイル2です。それに、香り付けで、ごま油ですね。ごま油をだから、1。はい。だから、今日のミックスオイルはですね、ラード1、和牛の油1、ごま油1、オリーブオイル2、そんな感じで、これから、温めていきます。はい。今ですね、このデジタル温度計で、162度近く、いってますけれども、まあ、こういうのがあれば、ひとまずこれを目安にして、まあ、これぐらいのまで温度に、あったらですね、トンカツを投入していただければと思います。まあ、本当はここからは上げるのはね、結構、このデジタル温度計とか数値化っていうの感覚の部分があるんですけど、ひとまず、まあ、これを目安に、まあ、あとこのシャバシャバ感ですね。はい。で、今上げてる最中はですね、順次このデジタル温度計で推移してみますんで、まあ、それを目安に上げてみてください。はい。では、先ほどのトンカツ上げてみます。ほっ。よっ。はーい。で、また、ちょっと刺していきますね。今実際はちょっと温度が低いかなっていう感じです。最初のこの、スタートは。最初は多分186万円まで持ってって、このお肉が入ると温度が急激に下がりますから。まあ特にあと油の量に対してのこのお肉の量ってもありますし、まあ実際は多分トンカツ屋さんの人が見たら、そう、温度低いよと。多分言われる、油の温度だと思います。まあ実際今164。見えますかね。ちょっと最初としては低いかもしれないです。まあ168まで来ました。これ、そんなに、高級な温度計じゃないんでね、この温度の上がり方がなかなか緩やかなんでちょっと難しいです。本当の業務用だと突っ込んでピッ、出るんですけど。まあ、これでちょっと一回裏返しますね。はい。今で、油の温度が、まあ、これぐらい経ったらですね、もうちょっと温度を落とす。今、まあ、結構温度をコロコロコントロールします。171。うん、まあ、ちょっとお肉の厚みがあるんでね、ちょっとじわりといかないと中まで入らないと思いますから、今度逆にこれだとこうなってくる。だからこれぐらい、揚げ物って意外と繊細なんですよね。だからこれ今測りながらやってるから、こうなりますけど、まあ、感覚でやれば、もうその都度その都度調整してるんですが、まあ、今回はこんな感じでやってるよっていうのを数値化するのにも合わせてこうしますんで、これはちょっと高いですね。まあ、そしたら、今、火を止めました。だからもう、ちょっと火力を強くしたり、弱火にしたり、火を止めたりして、まあ、油の温度をある程度コントロールするっていうのが、重要かなと思います。今170度のまんまですけどね。もう火がね、これね。はい、また返しますね。はい、はいはいはい。まあ、これも実際は、ちょっと油の量が少ないかなと思いますけど、やっぱお家で作るって考えるとね、そんなに、まあ、あとこれは揚げ油のやつだったらもうちょっと、もうワンサイズ小さいぐらいなんで、量はいいかもしれないけど、まあ、すいません、うちにはその揚げ油の鍋がないもんで、これ何でも使えるやつなんですよ。蒸し器でも使えるし、多分もつ鍋とかにも使えるし、まあ、いろんな汎用性がある鍋ですんで、まあ、これで今揚げてます。今、ちなみに火は止めてます。で、実際今刺してる温度が164度。まあ、だからこれぐらいの温度でじわりじわりと中まで火を入れるっていうのが多分いいんじゃないのかなと思いますね。まあ、これちょっと油から離すとすぐ160度ぐらいには下がったように見えますけど、で、またこれがどんどん下がりすぎるからなんでもう一回火をつけます。弱火ですね、ここでは。弱火です。はい。そしてもう一回お願いします。はい。まあ今実際何分揚げたかっていうと、5分ぐらいは揚げてると思うんですけどね。トータル。あ、でもこれ突っ込んでからだからまあ4分か。4分半。まあ大体5分ですね。今、現時点で5分経ってると。で、油の温度がまあ大体160度前後。で、ちなみにこのお肉は、さっき味付けしてから10分以上は常温に置いてますんで、で、常温の定義っていうのは僕の中では、お肉の中心温度が10度から15度。じゃあ、それどう確認するのかさ、こういうデジタル温度計を指してですね、お肉の中心温度を測れば、わかりやすいと思います。まあ、今は油の温度は155度。ただ、こういう低い温度でじっくりじわじわーっと、じわじわーっと入れていく感じですね。はい。で、もう一回お願いします。はーい。まあ、今、じっくり火が入ってるって感じですね。今、153度。です。で、今、だから5分。で、前回、ローストポークじゃなくて、ポークソテーにした時の焼き時間は、5分ちょいぐらいだったと思うんですけれども、まあ、あそこの中と油の温度とやっぱ違うんで、油の方もうちょっとかかるかなと。まあ、ずっと今155前後をキープしてると。で、火力は今、弱です。一番弱火にしてます。はい。そして、また、お願いします。よいしょ。で、あと、今、音がだんだん変化してきたのってわかりますかね。今、肉汁が外に出ようとして、
プチュプチュプチみたいな音に変わったと思うんですけど、それ感じますかね。今、これからフィニッシュに近づけるんで、中弱火にしました。で、なんでフィニッシュに近づけるときに温度を上げるかというとですね、まあ、温度が低いところ、衣に油がいっぱいくっついて、油っこくなるんで、それを、カラッと、切るのと、あと、パン粉がパリッとさせるためには、ちょっと温度を上げないといけないんで、今、中弱火にしました。油の温度はまだ155前後ですけど、まあ、これからちょっとずつ上がっていくと思います。もう一回しつこいように、返します。バランスよくするので。この音が、これ肉汁が油に出てる音ですね。これもう水分が。まあ、水分がその肉汁ですね。これ泡がいっぱい。これ全部肉汁ですから、肉汁が出てます。で、これで今、今度じゃあこっから中火にします。もうこっから仕上げですね。まあ、これも8分近く経ってるんで、ほぼほぼ火は入ると思うんで、これでもう一回170度ぐらいまで上げて、仕上げたいと思います。結構熱いですよね。キック持ってるのも、この温度計。今166まで来ました。上がってきましたね。熱いな、手が。はい、167度。もう一回返します。そういうように。はい、170度まで来ました。そしたら、弱火にします。はい、もうこれで約9分。じゃあ、ここで一回上げます。上げるっていうのは、油から上げます。こんな感じです。で、こっから5分程度同じように休ませます。はい。それでは、それから5分が経ちました。まあ、パン粉もカラッと立っていると思うんですが、これを切っていきます。はい。はい。見てください。はい。ちょうどよく、ちょっとこれも剥がれちゃってますけど、こんな感じで焼き上がります。じゃ、これをお皿に盛って、そしてですね、ここで、飾り付けていくんですが、また、ちょっと、ズボラですけど、こういう商品を、某コンビニで購入しました。はい、じゃあこれを、持ってきます。うわい、キャベツたっぷり。キャベツが、たっぷり。しかも、コーンも入ってますからね、彩りで。まあ、キャベツだけでも売ってたんですけど、一応彩りで。はい。はい。これで、キャベツたっぷりでございます。はい。それに、またまだ、ちょっと残ってたんですよ。この、オニオンスライスが、オニオンスライスとこの香草のサラダが残っていましたので、これでちょっと彩りを添えます。ちょっと見えないですかね。はい、こうです。そして、はい、こんな感じで、トンカツが完成しました。はい、そしてここでトンカツソースなんですけれども、まあ、ひとまず、からしをですね、これ分量は出さないんでね、量も少ないし、この感覚で覚えてください。はい、そして、ケチャップ。ですね。よっ。はい。まあ、今一回一ぐらい入れましたかね。ちょっと混んじゃいましたけど、かなり少なかったね、ケチャップが。はい。これを、ちょっとこう、混ぜ混ぜしますよ。混ぜ混ぜ。はい。そして、ここに、まあ、とあるメーカーのソース。これを入れまーす。はいはいはい。はい。まだ1対1対2ぐらいまで入れましたね。はい。これが、とんかつソースになるんですけど、はい。うん。まあ、これも家に入り込んでできると思いますんでね。これで、とんかつソースも完成で、まあ、こうですかね。こういう感じで、食べていただければと思います。さあ、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。